ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は阪神史上最高の助っ人ランディ・バースについて触れてまいります。ランディ・バースは1983年から1988年まで6シーズン阪神に在籍しました。阪神在籍中にバースは史上6人目の三冠王を達成しています。元メジャーリーガーということで長打力を期待され阪神タイガースにやってきたバースでしたが、最初の2シーズンは振るいませんでした。しかし3シーズン目の1985年は冴えに冴え渡り、阪神タイガース球団史上初の日本一に大きく貢献しました。1988年シーズン途中で退団、復帰の噂もありましたが、結局タイガースで野球人生を終えました。その後も日本の野球界とのつながりは続き、定期的に日本に来日しています。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は阪神史上最高の助っ人ランディ・バースについて触れてまいりました。